半月板損傷を治療せずに放置しておくと痛みがどんどん悪化し、最終的には人工関節置換術という手術が必要になってしまう半月板損傷を早く治す治療法についてお話しします。膝が痛いけど絶対手術はしたくない、そう思う方、一番お勧めしたいのは再生医療になります。辛い痛みと骨粗鬆症でお悩みの方にお悩み解決につながる情報を整形外科医の渡辺淳也がお送りします。今回は半月板損傷でやってはいけないこと、早く治す方法についても解説していきます。膝の痛みや違和感を感じて医療機関を受診した場合にレントゲンや MRI、そういった検査をした結果半月板損傷と診断される場合があります。膝が腫れてくるとか引っかかる、あと痛みがあるっていう場合に関しては半月板損傷の可能性が十分にあります。このような時に半月板損傷を悪化させないためにやってはいけない NG 行動というのがあります。膝への過度の負担を避けるということです。例えば痛みを我慢して激しい運動をするだとか、重いものを持つとか、階段の上り下りをする、こういった行動はなるべく避けてほしいと思います。強い衝撃が膝に繰り返し加わるとより損傷の度合いが悪化することが多いです。半月板損傷が悪化すると痛みが悪化するだけじゃなくて曲げ伸ばしができなくなったり引っかかったり歩行が困難になってしまう場合もあります。膝に違和感を感じると少しでも症状を緩和しようとストレッチをする場合がありますけども、あまりにも強い力でストレッチをしたりすると逆に半月板を悪化させる場合もありますので注意しましょう。次に半月板損傷が自然と治るかどうかについて解説していきたいと思います。例えば擦り傷とか切り傷、こういった怪我に関しては特別な治療をしなくても自然と良くなるというのは皆さんもご存知の通りだと思います。しかし半月板損傷の場合は部位によってはなかなか修復がされないということがありますので十分注意が必要です。治療せずに長期間放置していると変形性膝関節症という軟骨がすり減る病気まで発症することがよく言われています。変形性膝関節症というのは膝関節にある軟骨がすり減ってしまって関節そのものが徐々に変形していくと、それによって痛みが出てきてしまって、階段の上り下り、しゃがむ、立ち上がる、ひどくなると平地を歩くだけでも痛みが強く出てしまう、そういった病気になります。一般的には肥満、激しい運動、加齢に伴う軟骨のすり減り、こういったものが原因となってくる場合が多いですが、今回お話ししている半月板損傷が引き金となって発症するケースはとても多いと言われています。この半月板損傷から軟骨損傷、変形性膝関節症が進んでいってしまうと最終的には人工関節置換術という膝関節を人工の金属に入れ替えるような手術が必要になってしまうことがあります。次に半月板損傷を放置する、これによる危険性をお伝えしたいと思います。半月板損傷を治療せずに放置しておくと痛みがどんどん悪化してやがて重篤化する場合もありますので注意が必要です。半月板損傷も軽度の場合膝の軽い痛みだとか軽い腫れぐらいで済みますので日常生活においてあまり大きな支障にならないケースがあります。しかし徐々に痛みが悪化してきて長時間の歩行やランニング、階段の上り下りができなくなってくる場合があります。また人によっては膝の曲げ伸ばしができなくなるロッキングという現象が起きて歩行そのものが難しくなるケースもあります。このようにロッキングという現象が起きてしまうと手術以外の治療法で治すということが難しくなりますので、そういったロッキングを解除するような関節鏡を使った手術だとか、その手術を行うことによって半月板を一部をこう切除すると、そういう治療が必要になる場合があります。しかし半月板切除をしてしまうと本来軟骨のクッションになるはずの半月板が取られてしまうことになりますので将来的に変形性膝関節症がかなり高い確率で進んできてしまうと言われています。変形性膝関節症がどんどん進んでしまうと将来的に先ほどお話した人工関節置換術という手術が必要になってしまう場合があります。そのため少しでも膝に痛みや違和感などを感じたら近所の整骨院、整体に通うわけじゃなくてまずは整形外科でレントゲン、MRI をしっかり調べてもらうようにしましょう。次に半月板損傷したらサポーターはした方がいいのかについてお話ししていきます。症状が軽い場合は保存治療、手術をしない治療法を選択する場合が多いです。保存治療では患部に対してあまり負担をかけないような治療法が中心になってきますが基本的には
理学療法士のマンツーマンのリハビリテーションが必要になってくると考えてください。日常生活では気をつけているつもりが何らかの拍子で関節に強いダメージを与えてしまったりだとか、関節をひねってしまうということもあったりします。そういうような原因で膝を悪化させないためにもサポーターを使うという方はいらっしゃると思いますけども、私は基本的にサポーターをこういうふうに使うっていうのはお勧めしておりません。強い伸縮性のあるバンドや金属が入っていて関節を固定するような強力なサポーターについて一見安心感があり良いように思えるのですけども、こちら靭帯損傷の初期に関しては確かに必要だと思います。慢性化した半月板損傷の痛みに対してはサポーターを長期間使えば使うほど膝を安定化させるための筋力が使われなくなりますので、筋肉が弱くなっていってしまいます。結果的に筋力が弱くなった状態でサポーターを外すと膝を十分安定化させることができなく、一生サポーターが外せなくなるような膝になってしまう場合があります。逆に固定力が弱いようなサポーターに関しては長期間使用しても筋力低下のリスクというのは低いですが、温熱効果ぐらいの効果しかないので、半月板損傷の痛みに対しては気休め程度の効果しかないと思います。なので急性期も慢性期も効果が乏しいということになりますので、お金をかけるだけもったいないと思います。まず接骨院などでサポーターなどを勧められても安易に買わずに膝に詳しい整形科専門医に一度相談することをお勧めします。次に半月板損傷を早く治す治療法についてお話しします。まず半月板損傷については基本的に MRI 検査というもので診断をしていきます。一般的に半月板損傷は自然治癒が難しいというされてますので、正確な診断がされた後は速やかに適切な治療に移ることをお勧めします。軽度の場合は保存治療が基本となるというお話をしましたが、これ以外にも有効な治療法が様々あります。一番お勧めしたいのは再生医療になります。再生医療には様々な治療法がありますが、最近徐々に認知度が高まってきている2つの再生医療について紹介します。まず1つ目は患者自身の血液から組織を修復する物質を取り出して膝関節に注射する多血小板血症という治療法があります。もう一つは脂肪などの一部の組織を体から取り出してそこに含まれる幹細胞を数千万倍まで培養してその幹細胞を関節に注射するというような幹細胞治療と、この2つに関しては効果的な再生医療と私は考えております。多血小板血症や幹細胞治療、これによって損傷された半月板が徐々に修復していき痛みも緩和される場合があります。従来半月板損傷は治療法がリハビリやヒアルロン酸の注射、こういったような保存治療か半月板を縫合するもしくは切除する手術法というのがほとんどでしたが、再生医療が少しずつ普及することによって本来手術が必要な状態だったのが手術をしないで治療するというのも可能な時代になってきました。再生医療以外にもメスを入れない治療法として収束型体外衝撃波、この治療をお勧めしたいと思います。体外衝撃波治療は超音波の数十倍のエネルギー波を膝関節に当てることによって痛みの伝達物質を減少させたり、再生医療ほどではないですが組織を修復してくれるというような治療法になります。この膝に対する体外衝撃波治療はまだ新しい治療法ということもあり、国内では対応できる医療機関がまだまだ限られています。日本では拡散型の体外衝撃波といって収束型体外衝撃波と似たようなものがありますが、実はこの拡散型の方が機器の値段が安いことから普及してきてます。しかし拡散型の体外衝撃波に関しては当てたところからエネルギー波が拡散してしまうため膝の深部までなかなか届かない、そのため膝関節内の損傷に関しては収束型体外衝撃波に比べると劣っていると言えると思います。当院では拡散型の体外衝撃波だけではなく収束型の体外衝撃波も治療法として選ぶことができまして、これによって半月板損傷の痛みも取り除くことが期待できます。収束型の体外衝撃波に関しましては1回あたり10分ぐらいの治療、特に麻酔もいらなく入院もいらなくベッドに横になって10分間当たれば痛みを十分抑えることが期待できます。次に手術療法に関しても少しご紹介します。これだけいろいろ保存治療が広まってきましたが、再生医療や体外衝撃波についても決して万能ではなく、半月板損傷の状態や進行状況によってはなかなかこれらの治療法だけでは改善が難しい場合があります。
そのような場合に最終手段として用いられるのが手術療法になります。半月板損傷の程度が著しい場合は関節鏡といって関節の中にカメラを入れて半月板を縫合したり場合によっては一部切除するというような手術を行う場合があります。次にリハビリについてお話ししたいと思います。今まで紹介した半月板の治療についてもいくつか治療法を受けただけでは完全に回復したとは言えず半月板損傷が起きた原因についてしっかり解決していく必要があります。膝が悪くなるような歩き方とか筋力、姿勢、こういったものが原因になってくる場合がありますので、それを改善していく、また半月板損傷を起こさないような体作りをしていく、そのために理学療法士と1対1のリハビリテーションを行っていく必要があります。これは手術をするしないに関わらず行っていく必要があると考えます。最後に祈ると整形外科においての膝の治療についてご紹介します。膝関節の痛みや違和感が感じた場合半月板損傷を起こしているケースが多々あります。そのためレントゲンや超音波検査だけにとどまらず MRI 検査をしっかり受けることをお勧めしています。正確な検査を行ってくれるような膝に詳しい整形外科専門医のいる整形外科を選ぶようにしましょう。また万が一半月板損傷と診断された時に早急に治療を開始していただきたいと思いますので、その場合は信頼性の高い治療法をいくつか選んでいただくことをお勧めします。例えば今回紹介した再生医療だとか体外衝撃波治療、こういったような最新の医療を提案できる医療機関というのは少ないと思ってください。また保存治療の選択肢をあまり持っていない医療機関ですと自分のところでできる治療法に限界がありますので、そこで治らない場合に関しては次の手段として最新の保存医療ができる整形外科を紹介するというよりかは手術のできる病院を紹介するという流れになってしまうことが多いと思います。この動画を見ていただいている方の中には膝は痛いけど絶対手術はしたくない、そう思う方はいっぱいいらっしゃると思います。少しでも手術以外の治療法で痛みを緩和したいと思う方に関してはぜひ祈ると整形外科にご相談ください。様々な最新の治療をその方の膝に合わせてご提案差し上げます。もちろん検査や治療の結果手術が必要な場合も当然あります。そういった場合に関しても技術、実績ともに信頼のできる医療機関をご紹介させていただいています。最後にまとめますと半月板損傷は治療を放置しておくとなかなか自然治癒は見込めず適切な治療を受けないと徐々に悪化してしまう場合があります。過去に半月板損傷された方に限らず少しでも膝に痛みを感じたり違和感を感じたり水が溜まっているような感じがあった場合は早期に膝に詳しい整形外科専門医の医療機関を受診してレントゲン超音波検査だけじゃなくて MRI 検査をしっかり受けるようにしましょう。半月板損傷と一言で言ってもお一人お一人膝の状態は全く異なります。診察所見の結果手術療法ではなく再生医療や体外衝撃波などの最新の痛み治療を受けることによって半月板損傷の症状が良くなるということはとても多くあります。ただし全国にある数ある整形外科の中でも整形外科によってできる検査、治療、これが全く異なってきますので事前にホームページを下調べしてどんな検査、どんな治療が受けられるかを調べた上で受診することを強くお勧めします。最後までご視聴ありがとうございました。コメントや高評価をいただけると次の動画を作る励みになります。このチャンネルでは痛みや骨粗鬆症にお悩みの方にお悩み解決につながる情報をお届けします。チャンネル登録とベル通知をしていただくと自動で新着動画の連絡が来るので便利です。それではまた次回お会いしましょう。